平島昭秀は、日本の自治官僚、行政学者。聖の、島は、島の遺体児であるため、政治体で、平島昭秀と表記される場合もある。総務省大臣官房審議官、総務省自治税務局長、自治大学校長、公益財団法人日本サッカー協会財務委員、地方職員協済組合理事長、立教大学経済学部特任教授、 株式会社バンフォーレ山梨、スポーツクラブ取締役などを歴任した。福岡県出身。東京大学法学部第一類卒業後、自治省に入省。地方財政や地方税制畑を歩む。山梨県庁に出向中、バンフォーレ交付での経営危機に対して、政界や財界に働きかけ、クラブ存続への道を開いた。中央省庁再編後は、総務省に勤務。 大臣官房にて審議官を務めた後、自治税務局の局長に就任。局長としてふるさと納税の問題点を指摘する。1958年、福岡県福岡市にて生まれた。福岡県立周遊館高等学校に進学。同校では、サッカー部に在籍し、同級生に伊藤守世がいる。東京大学に進学、法学部第一類にて学ぶ。 1981年卒業。大学在学中に国家公務員上級試験に合格。1981年自治省に入省。同年7月、北海道庁の地方会へ出向し、翌1982年4月には同庁財政課に配属する。その後、本省に復職してからは、地方財政や地方税制に携わる。途中、 総務部の部長として山梨県庁に出向。在任中、山梨県甲府市をホームとするバンフォーレ甲府の経営危機問題が持ち上がる。県はクラブに税金を投入していたことから2000年12月19日よりクラブ存続に動き出す。山梨県知事の天野県、山梨日日新聞社社長の野口栄一らに存続を働きかけた。 2001年の中央省庁再編後は、総務省に勤務。本省に復帰して、以降、大臣官房では審議官に就任。さらに、2014年7月に、自治税務局の局長に就任した。局長在任中、ふるさと納税制度拡充を目指す、内閣官房長官の菅義偉に抵抗する。2015年7月、総務省の施設登記官である自治大学校の、 校長に就任した。自治税務局の局長が自治大学校の校長に就任するのは異例の左遷人事とされ、旧自治官僚、総務官僚の間では驚きをもって受け止められた。自治大学校の校長を2016年7月まで務め、退官した。総務省を退官後は2016年7月から2017年9月まで総務省の参与を非常勤で務めた。 また、2016年7月より、実地大学校にて、客員教授も兼任した。2016年12月、地方職員共済組合の理事長に就任し、2018年11月まで、務めた。その他、2016年8月より、日本サッカー協会の財務員を兼任した。また、2017年4月より、立教大学の経済学部にて、 特任教授を兼任した。2018年3月、バンフォーレ山梨スポーツクラブの取締役に就任した。ありがとうございます。